日暮らしの泣く頃に水、鬼隠しをプレイされた皆さん、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。ちょっぴりでも楽しんでもらえたら、とっても嬉しいです。ちょっぴりも何も。あんなすごいバッドエンドで終わられたら、プンプンでございますことよ。プンプンなのです。今回の鬼隠しは、全体の謎に挑む人たちが最初に通るお話。だから実質上のプロローグの位置づけなんだって。そのプロローグがこんな凄まじいバッドエンドでございますの？でもそういうのってあるじゃん。この最悪のバッドエンドを回避するためにプレイヤーさんが物語を模索していくのがこの作品の醍醐味だし。まだ始まったばかりですよ。僕は次のお話が楽しみなのです。これからどんな話が待ち受けてるんだろう。レナは聞いてる？他のシナリオにはどんな展開があるんですの？今回の鬼隠しでは、ひなみ沢で近年起こった連続開始事件が紹介されたでしょ？例えば、みーちゃんのシナリオでは、ひなみ沢の古い歴史なんかが紹介されるんだって。異常事態の連続ですっかりわかんなくなっちゃったけど、お社様のたたりってどういうものなのか。いや、そもそもお社様って何なのかあまり説明なかったからね。よくは聞いてないんだけど。でもなんか嫌な予感。またしてもたたられそうな嫌な物語です。ケイちゃんも大変だね。今度はどんなたたりにやられるやら。でも、どんなお話になるのか楽しみでございますわね。いや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 、遅れてすみませんね。やあみんな、お疲れ様。お疲れ。あれ、ケイちゃんは？ケイシ君はもう次のシナリオの台本読みに行っちゃってるんだよ。主人公だから大変だね。あれ、残念ですね。ちょっとだけでも顔を出してくれればよかったのに。きっと喋るワード数が多すぎて居残りなのです。前原さんのセリフだけで普通のアドベンチャーゲームなら全員分の量がありますからね。しかし、ケイチ君やレナちゃんなんか特にだけど、大変なお話だったね。大変も何も、大体バッドエンドでございますわ。結局ケイチ君を襲ったのって正体は何なんだろう。たたりに見せかけておいて実は人間の仕業ってのが僕の推理なんだけどね。でもケイチは最後に謎の電話をかけてきていましたのです。私もあの電話は変だと思ったね。あの時点でケイちゃんは犯人は人間だと確信してたはずなのにさ。おかしな電話でしたわよね。なんかお化けに追いかけられてるみたいな。あの電話だけだとやっぱり犯人って人間じゃなくてたたりなのかなって思っちゃうよね。
せっかくですから意見を出してみようじゃありませんか。じゃあ園崎さんから。私は絶対に人間説。雛見沢の怪しい昔語りかなんかになぞらえて誰かが起こしてる人為的事件だと思うね。確かに毎年お祭りの日になると起こる連続怪死事件なんて怪しいもんね。その連続怪死っていうのも何かの昔語りの再現なんだよきっと。私はたたりだと思いましたよ。玄関で圭一さんが暴れたシーンとかラストの電話のシーンとかを見れば人間が犯人では説明がつきませんもの。そういえばそうだよね。とても人間の仕業とは思えないシーンだったし。僕はそれでも人間が犯人だと思うね。あの玄関やラストのシーンは追い詰められた圭一くんの被害意識からの妄想じゃないかって思うんだ。難しい言葉を使われてもわかりませんわ。つまり怖がりの圭一が見た幻だと言ってるのです。じゃあ、あのシーンの正体は圭一さんの後ろにいた謎の気配は何なんですの？引っ掛けだよ、引っ掛け。みーちゃん、引っ掛けってどういう意味？富武のおじさまが言うようにさ、あのシーンは追い詰められたケイちゃんの被害妄想のシーンなんだよ。それを濃密に書くことでプレイヤーにたたりだと思わせようとする演出なんだよ。だから引っ掛けってわけ。それを言われると、でも。まあ、そういう可能性もあるってことだよ。だとすると、犯人は複数で村ぐるみっていう劇中の大石さんの推理は正しいのかな？当の本人の大石さんはどう思いますか？私ですか？なっはっはっは。悩みますね。あれ、僕はてっきり大石さんは人間説だと思ってましたけど。劇中の私は犯人は人間だと断じてますが、人間が犯人だとするといろいろ不可解なことが多いんですよ。例えばどんな？大石刑事さんの推理を聞かせてください。まず人間が犯人だとすると絶対に動機が必要なんです。こういうことをして誰が得をするのかってことなんです。つまりおじさま、人間が犯人なら連続怪死事件を起こすことによって誰かが得をしなくちゃいけないってこと？そういうことです。ダム開発の関係者が死ぬうちは利害も感じられましたが、近年の犠牲者はそれとも無縁です。第一、前原さんを殺して誰が得をするというんです？なるほど、そう言われると僕も弱いな。だってお金とかも取られてはいないんですもの。人間が犯人なわけありませんわ。でもそうとばかりは限らないんじゃない？さっきみーちゃんが言ったように何かの昔語りの再現そのものに意味があるんだとしたら。そういうこと。これは営利殺人じゃないんだよ。きっとこれは村の血塗られた歴史を再現するための何らかの儀式的殺人じゃないかなって思うわけ。では聞きますですが、それを再現すると誰か得をするのですか？得をするんじゃなくてもっと心理的なもの。僕は何かの復讐じゃないかと思うね。
土着的な何か。今回のシナリオでは語られなかった因縁だよ。なるほど。過去にひどい扱いを受けた冒険の人たちが先祖の恨みを晴らすためにってな感じですか。私はそれにも反対ですね。じゃあ何？お石さんはまさかたたり派なわけ？そうですわそうですわ。刑事役のお石さんが言うんですもの。たたりに決まってますわ。劇中で前原さんが言うように、お社様が竜宮さんや園崎さんに乗り移って悪さをしているって考えると、一番辻褄が合うんです。残念ながら。実はレナも大石さんと同じ意見なの。あんなに優しかったレナやミーちゃんが突然おかしくなるなんて、そうじゃなきゃ説明つかないもの。そこはミオンの私が言うのも変だけど、やっぱり私なんだと思う。ミーの話の意味が分かりにくいのですよ。説明が欲しいのです。ああごめん。つまりさ、これってすっごく残酷な話なんじゃないかって思うんだよ。何みーちゃん、それってひょっとして。突き詰めるとそうなるのかな。僕もちょっと疑ってる。つまり竜宮さんも園崎さんも実は本当にああいう性格で、引っ越してきたばかりの前原さんを騙している悪魔なんだと、こういうわけですか。そんなの嫌ですわ。これは全部たたりの仕業なんですのよ。レナさんもミオさんもみんな優しいいい人がいいのですの。レナもそうだな。レナやミーちゃんって本当にいい人なんだって思う。きっと劇中で出てきた厳しいシーンは何かに取り憑かれてたんだって思うの。レナもたたり派か。じゃあたたり派の皆さんにお聞きしますけどさ、たたりが起こるからにはそれなりの理由があるんでしょ。無差別にたたるとは思えないな。そこんとこ説明できるの？たたりはたたりですもの。人間の考えでは想像もつきませんわ。さとこちゃん、擬人化された神様という存在は結局は人間の生み出したものなんだよ。だからその考え方も人間に理解できるようにできてる。ギリシャ神話の神様を見てごらんよ。泣いたり怒ったり嫉妬したり、とにかく人間的なんだよ。つまりお社様もまた人間同様に何らかの利害に基づいてたたりをしているということですか。変な言い方になっちゃったけど、つまりはそういうこと。触らぬ神にたたりなしって言いますからね。一理あります。つまりお社様にせよ人間にせよ何か理由があるはずということなのです。でもリカ、その理由がはっきりしないならどうなりますの。つまりは分かんないということなのです。そうだね、まだプロローグだもんね。
かされていないことがたくさんあるだろうし。そうだね。現時点ではこれ以上の推理は難しいね。いんにゃ、白黒つけないと納得できないな。ミオンさんもこだわりますのね。限られた状況で最大限に推理する。ちょっぴり部活感覚で面白いでしょ。面白いかも。じゃあ整理してみましょうか。私はたたり派です。富武さんは人間派でしたよね。ええ、僕は人間が犯人ってことでいきます。私も人間犯人説。もちろんたたりというファンタジーは嫌いじゃないよ。だけど今回の事件に限ってはたたりの線は薄いね。人間派が2人出ましたね。リュグさんはたたり派でしたよね。はい、レナとサトコちゃんはたたり派です。レナさんやミオンさんのことを悪魔みたいに言う人の方がよっぽどたたりに合うべきですの。そりゃあまあ、私も自分のキャラがそんな悪魔みたいなやつだとは思いたくないけどさ、部活モードの時にはクールでなきゃ。感情論だけで選ぶと大やけどするよ。まあまあ、どっちを選んだっていいじゃないですか。あれ、リカちゃんがまだだね。どっちだと思う？僕はお社様が悪い神様だとは思わないですよ。あれ、面白い意見だね。たたってばかりの悪い神様なら祀るのは嫌なのです。僕はたたるよりご利益のある神様の方が好きなのですよ。そっか、リカちゃんって巫女さんをやってるんだよね。うん、いい意見。じゃあ何？リカちゃんはお社様じゃないって思うならやっぱ犯人は人間って思うわけ？そういうことにしますのです。ありゃまあ、票がざっくり分かれましたね。たたり派と人間派で半々ですか。これじゃ意見は半々。決着がつかなくて面白くないよね。裁判官が奇数なのはつまりそういうことだからね。あと一人意見が欲しいな。あ、ならちょうどいいかな。圭一君本人に聞いてみない？電話で。たたり殺された本人の意見は貴重ですよ。そうと決まれば早速電話ですわ。
もしもし、ケイチくん？レナです。今お仕事お忙しいですか？ああ、忙しいぞ。シナリオが一本終わって一休みって思ってたらすぐに次のシナリオだもんな。ケイちゃんどんな感じ？忙しいって？うん、拗ねてる。聞こえてるぞ、こら。お前ら打ち上げ会でいいよな。俺も出たかった。収録の残りゼリフ数で僕たちの誰か一人でも抜いたら圭一も参加できるのですよ。リカ、あの量でそれは不可能ですわ。あ、それでごめんね、圭一くん。今回のシナリオでね、圭一くん、その死んじゃったじゃない。犯人は誰だろうねってそういう話をしてるの。つまりさ、ケイちゃんを殺したのは人間かお社様のたたりかってことで意見が分かれちゃってるのよ。本当にごめんね、台本読みで忙しいところ。ケイチ君はどっちだと思うかな？そんなの決まってんじゃないか。どっち？どっちなんてもんじゃねえよ。村の怪しげな奴らに狙われて、さらにお社様とかいう怪しいのにたたられて、人間もたたりも全部、これは何かの嫌がらせか。かわいそかわいそです。今度頭をなでなでしてあげますですよ。結局意見が分かれちゃったね。私ももう一度考え直してみます。見落としがあるかもしれませんので。それでは引き続き、日暮らしの泣く頃に水をお楽しみくださいね。